学校に PCR 検査キットが配布され、教員が子供に鼻の粘膜をグリグリして検査をしなければならなくなりました。海外でも教員はこんなことをしているのでしょうか。してないんじゃないですかね。一応僕が見てる限り全て医療従事者の人がやってるはずですけどね。そもそも論、鼻の粘膜についてるウイルスというのを綿棒で摂取する行為なんですけど、外テストをするということはその相手の人もコロナになってる可能性があるわけじゃないですか。なので大体そういうテストをする人って結構ちゃんとした装備をしてるんですよね。で、医療的なある程度の知識があったりしてやるんですよね。例えばじゃあ、綿棒を、A さんの鼻に綿棒突っ込みました。で、置いときました。で、B さんに突っ込みました。置いときました。その時 B さんがハクションってやりましたってなると、もうこの A さんの綿棒にも唾液が飛ぶかもしれないじゃないですか。なので、一本一本をきちんと梱包しなければいけませんよとか、綿棒も他の人が息がかかるような場所に置いてはいけませんよとか、で、それも自分も含めて他人がそこの吐息だったり綿棒とかで触るようにしてはいけませんよとかっていう、一応医療的な訓練をした人じゃないと、そもそも論コンタミって言ってコロナが全然関係ないA さんの綿棒の唾液が B さんに移っちゃって B さん陽性って判断されちゃうみたいな話とか、あと検査をしている人がコロナにかかっちゃうとかっていうリスクも一応あるので、なので、一般素人がやってるって話あんま聞いたことないんですよね。あと綿棒を鼻に突っ込む行為なんですけど、結構奥まで突っ込まないといけないんですよ。で、結構奥まで突っ込むって、下手をすると、行っちゃいけないとこまで行っちゃうんですよ。で、普通こんな突っ込まねえだろってぐらい突っ込むんですけど、とはいえこれ以上突っ込んじゃまずいよねっていうラインも知ってなきゃいけないんですよ。なので医療従事者がいるんですけど、素人が、要は棒状のものを鼻からバーンって突き刺して、奥に蹴破って血出たりしたら大変なことになるじゃないですか。なので学校の先生がいるっていうのは僕あんま聞いたことないですけど、日本はそうなんですね。21歳大学生です。不細工な友達がコロナのワクチンは打っても効果がないし、デルタ株やラムダ株に対しても全く効果がないと言ってくるのを聞くために使います。ひろゆきさんならこの場合どのように対処しますか？情報の根拠を聞きますね。結局ワクチン打ってから人が死なないよねっていうのは、日本でも重篤化する人少ないよねとかだし、フランスとかももともと1日200人300人とかコロナで亡くなったんですけど、最近20人とか30人ぐらいしか死なないので、死者数が10分の1になりましたよねっていうので、で、デルタ株に関しては割と効果はあるんですよ。ただ、アルファとか、元々の新型コロナ株によりも、効果はないというだけで、デルタ株に効果がない、要は、例えばじゃあ、元々のコロナに対しては、じゃあ、20倍効きますと。でも、デルタに関しては10倍しか効きません。っていう感じで、他の旧来のコロナ株に比べると効きは弱いんですけど、ただ効かないわけではありませんと。で、ラムダに関してはわからないが今のところまだ正解じゃないですかね。ペルーで広まっちゃったせいもあって、あんまりワクチン多くの人が打ってなかったんですよね、ペルーが。シノバックかなんか打ってたらしくて、なのでシノバック打ってるやつがかかるのは、それはしょうがねえだろうみたいな話もあって、ごめんなさいね。僕がシノバックのちゃんとした資料を見たことがないので、果たしてシノバックが本当に効果があるかっていうと、僕はないと思ってる派なんですよ。中国が作ったワクチンでシノバックっていうのがあるんですけど、ブラジルでシノバックバンバン打ったんですけど、結局効果が50% ぐらい防げるんじゃないかと言われてるんですけど、50% を切るとワクチンとして効果がないというふうになってしまうので、50.3% とか、もうかなりギリギリなんですよ。で、どうせ数字をいじってると思うので、数字をいじって 50.3 とかだとすると、それは効果がないと思っちゃった方がいいんじゃないかな、みたいなふうに僕は思ってますと。これただ僕は医療の専門家ではないので信じないでくださいね。っていうなのでペルーとかもそこまでファイザーだったりモデルナだったりっていう接種国で打たれてるワクチンが普及しているわけではないので、なので広まってしまったものに対してどれぐらい効果があるかっていうのはちょっとわからないという段階なので、先進国にラムダが入ってきてある程度調べられるようになるまではまだ答えは出ないんじゃないかなと思ってます。ただデルタ株もラムダ株もほとんど変わんないと僕は思っていて、結局感染力強いよねっていうので、ただワクチン打っていたら重篤化しないよねっていうところは多分変わらないんじゃないかなというふうに思ってます。はい。後遺症歴1年です。後遺症は若者や軽症者もなる場合がある。コロナかな、倦怠感で休職や失業の可能性あり、嗅覚味覚障害は飲食の楽しみを奪うことも。予防や感染時の医療法は公費だが、後遺症は自腹。重症化しないしも言うのはわかるけど、長い人生、後遺症リスクを含めてワクチン接種を検討してほしいな。というのを個人で発症するには限界があるので、ひろきさんや切り抜きの皆さんの発信力をお借りしました。すみません。あらあら。1年経ってもまだなんです。結構そのロングコビットって言われるそのコロナの後遺症ってなる人は結構なってて、でその治し方わかんないんですよね。まあそのコロナの治し方が決まってないのもあるんですけど、でそのロングコビットがなぜなるかもまあ人によって違うんですよね。その味覚がなくなるっていう人もいれば、ハゲるっていう人もいるし、あとなんか一生息切れするっていう人もいて、その肺がその繊維化してしまった場合って一生ものなので、そうなっちゃうと、基本的にはもうその激しい運動というのは一生できません。で、治し方は分かりませんっていう。まあ、30年後とかになったらなんかすごい医療技術があって治せるようになるかもしれないですけど、まあ、肺が繊維化した場合基本的に治らないので、後遺症リスクがあるので、僕はワクチンを打った方がいいんじゃないかなとは思ってるので、で、まあ、コメントに書いてある通り、後遺症はお金ずっと払い続けなきゃいけないですよね。まあ、一応声明、社会保険で3割負担でありますけど、とはいえ病院に行くためにお金を払わなきゃいけなくて、で、払ったとしても、治るわけでもないので、なかなかきついので、マジでワクチンは打った方がいいんじゃないかなと思います。はい。日本からおはようございます。ひろきさんは3回目ワクチン、どのようにお考えですか？まあ、半年から9ヶ月ぐらいで、中性抗体が下がると言われているので、なので、イギリスとかワクチンを早めに打ってた国の人たちっていうのが割と抗体値が下がっていて感染しやすくなるんじゃないかと言われていて、なので、ブースターといわれる3回目打つっていうのがあるんですけど、僕2回目打ったのが6月とかなんですよね、確か。なので、まだまだ僕は下がる余地がないんですけど、まあ、ただ、多く打ったとして別に副作用、副反応がそんなに僕強く出るタイプではないので、なので、なんかコロナ、まあ一応3回目打つとコロナにかかる確率もちょっとは下がると。で、重症化する確率もちょっと中和抗体ですね、すいません。なので、チャンスがあったら打とうかなと思ってます。はい。自分の子供がワクチン接種を泣いて嫌がるのをなだめたりして接種させている動画が上がっていて、それを SNS で子供が拒否しているのにワクチンを打たせるのは犯罪だと主張する人がいます。これは犯罪なんでしょうか？しかしワクチンに限らず子供は注射がありますよね。それをいちいち真に受けたらみんな犯罪者になってしまうと思うんですが、はしかとか、ちゃんとワクチン打たないと死にますよ。なんか、日本だと6種類ぐらいきちんとワクチン、まあ、ただで打てるようになってると思うんですけど、子供のうちにそのワクチン打っとかないと後遺症が残っちゃったり、頭のなんか、高熱で脳がちょっとおかしくなっちゃったりする場合のある病気もあったりするので、なので、ワクチンを打たないことの方が犯罪だと思いますけどね。日本はわかんないですけど、フランスって確か子供にワクチン打って、打たないと親が逮捕されるはずですよ。なので、ワクチンを打たない方が犯罪であるっていう国の方が多いんじゃないですかね。なので、頭の悪い人に合わせない方がいいと思いますよ。で、注射を喜んで打ってる子供の方がおかしいと思うんですよね。もちろんまあ、注射を嫌がるのは人間というか生き物は当たり前で、注射超嬉しいっすって言って打ってるやつって多分もう覚醒剤中毒とか本当に頭のおかしな人なんで、なので子供でも大人でも注射を嫌がるのは当たり前であるっていうのが普通だと思うんですけど、はい。福岡市在住です。夫婦は2人揃ってワクチン接種2回打ってます。生後5ヶ月の子供と小学生の子供がいます。ひろきさんなら新学期自主休校させますか？見解お願いします。ワクチンを接種終わってるんだったら全然気にせずに学校行かせると思いますよ。まあ、多分生後5ヶ月と小学生なので、30代か40代前半ぐらいだと思うんですけど、ワクチン打ってたらほぼほぼ重篤化することがないので、なので気にせずに学校行かせた方がいいと思いますよ。結局まあ、学校を休ませた方がいいかもとか、学校を休校させた方がいいかもみたいな話があるんですけど、多分、今休校とかしちゃうと、今年の多分、冬終わるまで学校行けなくなっちゃうと思うんですよね。要は自主休校とかが、1週間、2週間で状況が改善するんだったら、じゃあ2週間ぐらいちょっと、家で夏休み延ばそうかみたいなのは、まあ、ありだと思うんですよ。で、例えばじゃあ9月15日になりました。日本のこの状況って解決してると思いますかっていうと、多分悪化してると思うんですよね。いや、日本中にそのお盆とかで、東京とか大阪の人が帰省しましたと。で、そこで地元にコロナウイルスをばらまきましたと。で、9月1日になって、学校で、生徒同士で感染が広まりましたと。ほんで、家族に移してっていうので、で、だいたい1週間ぐらい経ってからその感染が広まって陽性とか出てくるので、多分その9月の7日とか15日とかの方がよっぽど感染者数多いと思うんですよね。なので、2週間ぐらい休校したとしても、別にコロナ、デルタ株が収まるというのは、まずないと思うんですよ。なので、そうするともう長期的に、今年の冬ぐらいまではワクチンが普及しないと思うので、今年の冬ぐらいまでは続くよねっていう、覚悟はしといた方がいいと思うので、なので、ワクチン打ってれば大丈夫なんじゃねっていうふうに僕は思ってます。そのブレイクスルー感染って言われるワクチン打ってても、感染しちゃう人もいるんですけど、ただ今のところ日本でワクチン2回打って亡くなった人ってほとんどいないんですよね。ゼロではないですよ。なので、結局人は生きてたら死ぬ可能性あるので、癌だったりとかインフルエンザだったり、なので死ぬ人は死ぬかもしれないんですけど、とはいえ、ワクチン2回打って、若い人で亡くなった方ってほとんどいないので、高齢者の場合だとワクチン2回打っても亡くなる人いますけど、なので子供の教育のために普通に学校行かせちゃった方がいいんじゃないかなと僕は思ってます。はい。ウイルスの専門家が2週間で亡くなるって言ったよ。家帰るとも言ってたけどね、お家で静かにしていただきたいですよね、あの人は。僕、素人じゃないですか、ウイルスとか医学に関しては。で、僕が間違ったことを言ったとしても、ある種仕方ないよねで許されると思うんですけど、医療の専門家です、ウイルスの専門家ですって言った人が、間違ったことを言うのって僕良くないと思うんですよね。要は、騙される人数増えるじゃないですか。例えばじゃあ僕がコロナウイルスはただの風邪だよって言った時に、誰が言ってたのって言う時、40代のビール飲んで喋ってるおっさんが言ってたって言ったら、いやいや、そんなの信用できないよで終わるんですけど、京都大学のウイルスの専門家ですって言われたら、本当にそうだと普通思っちゃうじゃないですか。だから専門家が嘘つくの僕どうかと思うんですよね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。Whose fault? It's our fault or your fault?Whose fault? Okay. Choose. Whose fault? No. 家帰ってやめましょう。家で今繋いでるんですよね。どこ帰るんですか？